地元高級ホテルのオーナーに呼び出されてしまいました。I feel it taking control. It's the hurt I imagine. こんにちは、クレイジーハネムーンのリキオです。今日は僕たちがいるサル島の高級ホテルのオーナーさんにちょっと遊びに来てくれないかというふうに連絡をいただいて今から行きます。そのホテル名はハロスホテルっていう4つ星か5つ星ちょっと確認してないんだけど、多分どっちかだと思うんですけども、結構有名な地元で何店舗か経営していて、ホテルとレストランとか経営してるので結構やり手のオーナーらしいんだけど、そのオーナーから連絡をいただいたんで、まあ、何をするのかよく分かんないけど、とりあえず遊びに行こうと思います。ちょっとね、うちから遠いんでタクシー乗って、久々にタクシー乗るね。ね、何ヶ月ぶりだろう。そう、何ヶ月かぶりにタクシー乗って、タクシーはこうやってマスクが必着なんだけど、タクシー乗って、タクシーはね、だいたいっていうか、どこ行くにも220円。そう、サンタマリアの中だったら200。そう街の中だったら220円とお手頃なんで、今日めちゃくちゃ暑いんでタクシー乗って向かっていこうと思います。到着しました、ハロスカサリゾート。結構立派なホテルだね。ね、綺麗、新しそう。タイル？シールっぽいな。シールなんですか？シールっていうか、なんかタイルではない。こう、ある程度の大きさがもう1枚の。ああ、なるほどね。そうそう、張り紙みたいな感じになってる。なんかちょっとイスラム建築っぽい感じだけど。かわいい。アイスアイス、めっちゃいいな。うん。Work with the Atlantis Beach Bar. Ah, see, see, see. It's not our, but we work together. Ah, relationship. Yeah. Wow, really beautiful. Oh, 本当だ。This is solarium there. You can put the sun blues. はい、ということで、かわいい、いいホテルだったね。すごい綺麗。そのままね、オーナー夫妻と今からね、飲みに行くことになりました。ね、俺らがよく時々行くね、すごいおしゃれなバーが近くにあって、そことね、提携してるホテルなんだよね。ね、びっくりだったね。で、ルナと？ルナとプリンチみたいな。ルナとプリンチ？みたいな感じ。かわいいドッグたちもいます。ということで、今からバーの方に行ってこようと思います。はい、ということで、お話をして一杯飲んだね。カイペリーニャか。カイペリーニャうまいよね。美味しい、ね、カイペリーニャはこの島のこの国の伝統的なラムと砂糖とライムとソーダって感じかな、うん、ご馳走してもらって、でお二人帰ったんですけども、まあここに残ろうかなって感じね。で、なんか話としては、うちらのホテル無料で泊まっていいから、でご飯とかも勝手にレストランとか来ていいから、ビデオ撮ってくれないかって感じだったね。そうそう、まあ全然いいんだけど、まあ俺ら今他にもう一個ホテルあって、そっちにタダで住めてるから、まあなんだろうね、第二のオプション的な感じで、わざわざオプション、そう、移動する感じもないんだけど、でもプールとかめちゃくちゃ良かったから、ぶっちゃけちょっと住んでみたいってあるね。めちゃくちゃ広かった。めちゃくちゃ広い。ただね、ちょっと街から外れるから、そこだけでもめんどくさいんだけど、うん、まあちょっとそこは要検討だね。建物がすごい広かったじゃん、うん、
って誰も住んでないっていう。そうそう、だからプールも超広いんだけど、あのネイキあの裸で素裸で泳いでも大丈夫だよって言ってたの、あの奥さんがさ、こいつやべえこと言うなと思ったけどそう、あとは他の島とのつながりもあるから、そっちのホテルとかも無料で泊めてくれる人見つけてあげるよみたいな、だからそれは超熱い、うん、それはね結構助かるね。そうという感じなんで、そんな感じです。はい、じゃあ今からチルタイムをしようかなと。ちょうど今からハッピーアワーだからね、この日ね、うん、ハッピーアワー楽しんでいこうと思います。はいはい、来ました、来ました、おつまみ。これ結構コスパよくない？コスパいいね、500F クードでこんなに。あ、しかもパーあったかい。 あのタパスセットだね。そう、何かわからずにね、中身が、中身ってか内容が書いてないメニューで、ただタパスセットみたいな。サッパカガでしょ、サッパカガ、サッパカガ。あったかいって言ったけど、このパン絶対冷凍だ、中冷たいわ。で、このハムをね、適当に、うん、はい、美味しいやつ、うんうんうん、チーズも美味しかった。チーズこの前なかったっけ、なかったっけ。チーズはなかったと思う。3年か、まあでもこれ500円やったら全然いいよ、うん、最高最高。はい、夜になりました。夜も相変わらずお酒を飲みに来ました。ここは超ローカルの焼き鳥屋さんです、ね、お気に入りだよね。そして今日はなんか生ビールがあるみたいで、ボンノイテボンノイテボンノイテトゥドベーンサッパカガ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 。はい、ということで夜ご飯楽しんでいこうと思います。あ、そう、今日はね蚊取り線香をゲットしたんで、ここでがっつり飲みすぎずに帰って家のワインをね、家のワインをベランダで飲むという。最近ね、蚊がめちゃくちゃ多いからね、蚊とハエがすごい多いんだけど、武器だからね。まあそんな感じでのんびりやっていこうと思います。あー、ハマチユーロ、あー、ツヤ、ツヤブロ、トリユーロ、オッケーオッケー、取って取った。はい、乾杯、久々の生ビール、超大きい。おいしい、軽いね、軽いね、うん、食べますね、この時間に。さっき食べたばっかなのに。違う、これどうしたんですか、そんな頼んじゃって。予定と違うなんかここの店に来たら、まずうちらはいつもね、チキン単品とこういう串に刺さったケバブ単品を頼むの、だいたいまあ2本ずつとかで頼むんだけど、今日その感じでね、2個ずつって言ったら、まさかのこのプレートできたっていう。いつも対応してくれるおじちゃんだったのに忘れちゃったのかな。まあでも、まあ、お腹にたまるからね、食べれるから、はい、食べる、はい、まあ安いだろうし、はい、この度私たちクレイジーハネムーン夫妻はカーボベルデの貧困な子どもたちのために学校づくりのプロジェクトをスタートさせていただくことになりました。